筋トレ頑張ってるのに全然痩せない、食べ過ぎてない気はするんだけど、そういった方は運動の強度が高すぎたり、無酸素運動を行っていて脂肪が減ってないのかもしれません。脂肪を減らすためには強度が上がりすぎない、息が上がりすぎない運動が脂肪が燃える運動になります。今回は歩くよりも痩せるバックランを紹介します。各足を行うので両足を行って1分、これを3セットちゃんと行っていきましょう。たったの3分で終わります。動画を見ながら頑張ってください。一緒に痩せましょう。今日も一歩前進しましょう。やり方はとっても簡単です。片足立ちで前傾になってダッシュする感じで動きます。できるだけ足は高く、上半身はできるだけ倒します。バランス崩したら足ついてもいいです。とにかく30秒ずつ各足行っていきます。それではいきます。スタート。こういう感じ、伸ばしてる足を手を振る。いっぱい息してください。目安はね、1回の動きで一呼吸。よし、反対。呼吸をね、1回戻しましょう。反対もいきます。よっしゃー。バランス崩したらね、もう素直に足ついてください。もも裏、お尻がね、すごい効くと思います。効く。うお、バランスが OK。 バランスがいるね、これむずいね。このバランスね、取るだけでもね、体幹使いますんで、いこう。むずい人はね、ちょっと軽く飛んでもいいですよ。こうやって飛ぶと一回ね、バランスがね、ギュッとされる。ほい、うわむずい、マジで効く、マジ効く、むちゃくちゃ息上がる。ペースはね、ゆっくりでもいいですよ。これはね、効く、マジ効く。バランスが、もも裏とケツがいて、いや、痛い、もも裏とケツがいて、やべえ。あともう一回ずつ。なんかバランス取れるんだよな。キック。うわ、足腰来てんな、これもも裏のケツ来てんな、これしゃべる余裕がない。いやー、痛ー。お疲れでした。ちょっとね、これマジできつかった。
やー、これはね、1日5回頑張ってみてください。多分ね、3日ぐらい続けたら今の半分ぐらいの労力でできてくると思うんで、初回はね、こんな辛いの絶対続かんよと思ってもやってみてください。頑張ってやったよって方、正直にグッドボタンとコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。